で、私に言いましたらですね、弘中弁護士も、あの人舐めてるよね。だってぶら下がりでね、記者からね、インタビュー受けて、なんて言いました？こんなこと言ってんですよ。ね、責任はどうなんですかとかね、弁護人としての責任はとか言われた時に、お前の責任と言われてもよくわからないって答えてるんです。いやいやいや、あんたのせいだからって話ですよ。だってね、検察が、いや、逃亡するから、ね、保釈しないでくれと言ってんのに、いや、大丈夫です。絶対逃亡ありえませんって言ってですね、無理やり東京地裁でね、裁判官を説得して、本来出ないはずの保釈を勝ち取ったんですよ。その中心人物が弘中弁護士ですよ。弘中弁護士、なんて言ったと思います？こう言ってんですよ。知恵を絞り、証拠隠滅や逃亡はありえないシステムを地裁に提出したって言ってるんですよ。こうやって監視します。こうやって管理します。だからこれもできない、あれもできない。したがってカルロス・ゴーンを保釈しても絶対に証拠隠滅や逃亡なんかありませんと。そういうシステムを構築して提案しましたと。ね。それを検察はダメだと、逃亡する可能性があるって言ってるにもかかわらず、弘中弁護士が絶対にない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 と。もうほら、こうするし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 、ほら、逃亡できないでしょと。ここまでするから安心してくれと。で、保釈決定出してくれって言ったら、東京地裁のアホの裁判官が分かりましたって言って、弘中弁護士の言うことを信用して、ね、判決を出した。ね、判決というか決定を出した。その時の東京地裁はこういうことを言ってるんですよ。弁護人らの指導監督が徹底しているという理由を述べて、ね、検察の言うことを退けて、弘中弁護士の主張することをね、採用したわけよ。これね、裁判所と弁護士、両方の責任でしょう、これは。ね。でいてね、弘中弁護士がね、これ出てきたら報道陣に囲まれて、どうなんですかって言われて、いや、私の責任って言われてもね、とか言って、いやいやいや、お前だろって話で。いや、というかね、まず開口一番、謝罪でしょう。私はね、地裁にこういうふうに言ってね、保釈取ったんだけど、絶対に逃亡はないとね、私の口で説明したんだけど、実際逃亡が起きてしまったと。ね、これは私のね、責任だと。ね、申し訳ございませんね、申し訳なかったですと言ってね、土下座でしょうよ。それをですね、いや、ちょっと私もびっくりしてます。いや、お前がびっくりするかどうかなんかどうでもいいんだよ。誰が地裁にね、保釈をね、大丈夫ですって言って保釈を取ったんだと、お前だろうって話ですよね。いや、もちろんね、カルロス・ゴーンが一番悪いんですよ。卑怯ですよね、この男ね。でも、カルロス・ゴーンにまんまと騙されて、絶対逃亡しませんっていうのを信用してね、いや、もう絶対逃亡できないシステムを作ったとかなんとか言って、いや、逃亡しちゃってんじゃねえかって話ですよね。じゃあ、そういう、そこまで言って地裁に決定させてね、じゃあ逃亡しちゃったら誰の責任って、弁護士の責任ですよ。もちろん裁判所もそうですけどもね。だから、カルロス・ゴーンにそそのかされた弁護士にそそのかされた裁判官ですわ。一番悪いのはカルロス・ゴーンだけど、そそのかされて信用してね、完璧ですとか言ってね、保釈請求勝ち取った弘中弁護士、責任重いですよ。なんか自分たち被害者みたいに言ってるけど、いや、あんた加害者だから。これによって日本の司法がどれだけ世界中に馬鹿にされたんです？それによって結局、だから言わんこっちゃないと。だから身柄拘束するんだって話になってね。余計日本の人質司法と言われるのが強化される可能性ありますよ。ほら、こうやってね、逃亡した人いるじゃんって言われたらさ、裁判所もですよねってなっちゃいますよね。だから結局、弘中元弁護士は人権派でね、犯罪者と言われてる人たちを擁護するっていう気持ちを持ってやってるんですよ。これ逆効果になりましたよね。これでね、こんなね、逃亡しませんなんて言ったって裁判所もう信用しませんよ、もう。まあ少なくともお金持ってる人に関してはね、できちゃいますからね。じゃあ弘中弁護士、これ責任取れんですかね。謝罪でしょ、まず。舐めてるよね。しかももう一人、高野弁護士。原因は日本の司法制度にあるって言っちゃってんの。いや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 、お前だろって話でしょ。いや、もちろん司法制度に問題あると思うよ。でも今回でますます強化されるじゃん。保釈なんかハードル上がったよ、今回の件で。自分で日本の司法制度をもっと悪いものにしたんじゃん、高野弁護士。分かってんのかな。
まずね、謝罪でしょ、日本国民に対して。で、警察の捜査にも協力してないみたいでしょ、弘中弁護士は。このおっさんたち舐めてるよな。私ね、この弘中弁護士をね、生放送で批判しましたよ。私一人だけですわ。ええ。ゴゴスマでね。おかしいよね。ということでですね、まあ、人ごとだよな。